はい、大変お待たせいたしました。引き続き第6回戦最終戦の模様をお送りいたします。いよいよ最終戦です。ですね、はい、ですね、いよいよ始まりますね。はい、ということでもう出番が終わってしまったんですけど、北海道本部から解説お願いします、はい、木村翼選手です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、北海道以外の4チームが、はい、はいはい、6回戦やっていくんですが、どうですか？ね、ね、いよいよ終わりますね。そうですね、長かった戦いが、長かった戦いがこの半チャンで最後です。終わりますが、はい、ね、最終戦ね、なんかもう勝負が決まってたらね、どうなるかなと思ったんですけど、はい、うん、これは想像以上に面白い最終戦になりましたよ。そうですね、うん、さあ、それではチームのスコアを確認いたしましょう。画面にスコアが表示されます。現在トップを走っているのは関西本部、111.5 ポイントプラスです。 114.5 ポイント、あ、ごめんなさい、 114.5 ポイント。2位が本部プラス 53.4 ポイント、3位が新潟支部プラス 49.9 ポイント、4位が東海支部マイナス 92.9 ポイントという結果なんですが、最終戦のみポイントを2倍にして加点されるので、普段の最高位戦ルールよりかは、はいはい、逆転しやすい状況ですね。はい、で、そうですね、ちょっと東海が離されてしまったかなっていうところで、まあ、東海は条件としては結構ね、厳しいです。まあ、8万点トップとか取って、はい、あと、まあ、関西本部、新潟で、まあ、関西をラスにしなきゃならないとか、うん、まあ、そんな感じの結構厳しい条件なんですけれども、はい、他の3チームに関してはもうどこも、ね、優勝の目があって、本部と新潟に関しては、もう上だった方が勝ちってなってます、はい、であとは関西をまくるだけっていう感じなんですけど、実際これ見ると、まあ、60ポイントちょっとずつ差があるんですが、これ半分になるので、まあ、30ポイントちょっとしか差がないんですね、うんうん、なので、まあ、2着順つければ、まあ、無条件関西に対して2着順つけて、はい、本部と新潟で、どっちか上だった方は、まあ、無条件みたいな感じになります。で、1着順だった場合でも1万点とちょっと下がれば、まあ、具体的には、うん、本部は、関西と1着順プラス1万600点差、はい、新潟に関しては、関西と1着順プラス1万2300点差、ごめんなさい、1万2400点差をつければ、優勝ですので、うん、ものすごい現実的、関西がちょっとだけ有利だけど、まあ、どこもほとんど同じぐらい可能性があるかなという感じになってます。はい、となると関西としては、関西としてもトップを取りたいところですか？そうですね、まあ、トップを取りたいというか、うんうん、まあ、正直なところ言うと、まあ、ちょっと東海に関してもあまり気にしない、うんうん、でこの3チームの中で一番上を取りたいけど、一番上じゃなかった時には、うん、ちょっと点差を考えるという感じですね。なるほど、はい、はい、じゃあ東海以外の3チームの、まあ、着順勝負といった感じで見ていただければ簡単かなと、はい、そうですね、それ一番簡単ですね、はい、そうですね、そんな感じで見ていきましょう、はい、で東海は大きなトップが大事ですよっていう感じで、はい、もう東海はとにかくデカトップ、はい、はい、そんな感じで見ていただければ、また後半になったら細かい条件もまたさ、後でもう一回説明したいと思いますので、はい、はい、はい、それでは本日最終戦の模様をお送りしたいと思います。最終戦開始してください。はい、お願いします。聞こえてきました。出場選手の紹介です。6回戦目、ちーちゃから東海支部の米沢、なんちゃ新潟支部の佐藤、シャーちゃ本部の立花、ペーちゃに関西本部の中屋敷という選手で揃っています。さあ、ちーちゃ東海支部の米沢、ドラはチュンです。さあ、大きなポイントを叩きたい東海支部、ここから何を切っていくか。米沢は左利きなんですね。はい、そうです。なんかものすごい肺が斜めになってますねカメラが斜めなのかな、カメラが斜めなのかな、ちょっと分かんないですが、見やすくしていただければ、はい、はい、佐藤は良かったし、立花も結構いい、はい、中屋敷がカンちゃん、ペンちゃんが多い、ちょっと苦しい手配ですね。はい、おたかぜの南賀統一です。米沢、ウーピンが統一になりましたが、まだ3統一。あと、両面が2つと、メンツが1つあります。立
8番のタンヤオがつきそう。ね、いいロビン引きましたね。はい。スーマンがアンコになりました。ペンちゃんを払っていきます。お、2連続ウーピン。これはどうしますか？まあ、Q1 とか打っておくと、うん、まあそうですね、ロスが一番少ないですね。さあ、1ピンを引いて、ペンちゃんをここで払っていく、佐藤。3万。想像これ難しいな。何を切ってもロスがあるけれども、想像を切ってきましたね。はい、まあ、パーソーが、あの、場に2枚切れなので、うんうん、まあ、あの、くっついても、くっつきづらいという感じですかね。なるほど。お、カンウーマンを入れた。さあ、ペンチピンを払っていく。いいシャンテン。お、ドラを重ねた。お、これは、大きい。はい、佐藤、ドラドラです。パクは2枚切れ。まあ2枚切れで悩んでるのは、まあ安牌として持っておくかどうかですね。うん、3層を先に切りました。うん、あと何半ちゃんですか？これが最終戦です。はい。はい、泣いても笑ってもこれで終わりですね。はい。この半ちゃんで優勝が決まります。はい。ここで米沢ドラを引いた。余計なドラを引いた。うん、で、これシャーが佐藤ともちもちなんですね。なるほど。佐藤さんの手はどうするんですかね。やっぱり数ピンあたり引いてくると、マンズのタツを払うんですかね。うん、どうなんで、いやだけど払うんじゃないかな。シャアが先に打たれた時に動きが取れるか取れないか、うん、動くか動かないか。まあ、チュンが出るから先に出ると簡単なんですけどね。ね。チュンから泣けるとね、あの本質はいらないよっていいピン切れそうなんですけど。ソーズがここでリアンカーの形。これもどうどうだ、チュン切っちゃう？どうするんでしょうか。お、切っちゃう、切っちゃった。はい。はい、ここで佐藤が動きます。これはいいタイム泣けましたね。チューンをポンして一品。完全イーシャンテンの形。さあ、トンパツからいきなりドラの役牌ポンが入っている。屋敷は9万を持ってきて数万。お、うん、数万。数万ですね。うん、で、これはもう、あの、中屋敷はどうせ行く手じゃないですと。うんうん。ね、行く手じゃないから、あそう、今のうちに危険牌を先に処理しておこうと。なるほど。いう感じで、まあ、数万、アンコ落としのつもりだったと思うんですけど。1番は佐藤の上がり牌。チュンドラさん、8000点の上がりです。ねえ、いや、これね、うん、まだ天牌かどうか分かんないんですよね。そうですね。そう。で、今からベタ折りしだすと、あの、終盤で手詰まりを起こす可能性もあるし、うん、で今のうちに、将来危険になりそうなところを切っておこうっていうのと、まあ、あとね、まあ、立花純粋にインサンテになりましたからね。そうですね。観浪マンを入れて。うん、まあ、ちょっとしょうがないかなって感じですよね。さあ、漫画を上がった佐藤の親番です。はい、取り出しの間違いですかね。触れただけなので、そのまま速攻です。はい、佐藤の親番、ドラは3万。マンズに寄っている手配。さあ、チョンチョンはどうだ？マンズと役配。これはどうしますか？これはね、ちょっとマンズの染め手も見たいかな。うん。うん、そうから。そうですね。お、白チュン統一。初も1枚。ざわざわ。ざわざわ。中屋敷はトンガ統一。この想像の本質ちょっと見ますかね。はい。おお、トンがもちもちになっちゃった。もちもちでね、米沢苦しいですね。親番で大連チャンしたかったのにね。そうですね。そこを流れちゃってね。ローマンを引いた。いや、これ、あれじゃないですか。第三元あるよ。白一枚佐藤が持ってるだけ。うわぁ、シュンランコ。第三元を見たい。で、初全部山ですからね。なんと。うん、で、この Q1 ポンするか、佐藤は。とりあえずしない。まあ、佐藤はしないか。うん、そうですね。面前派ですからね。ドラは3万です。ペーチャの米沢ですが顔が抜かれてる、うん。各選手、打ってる選手の顔が抜かれてるんですね、ね今。数万がといつになった。キュースは当たりかな。うん、そう。チーピン。まあ、本一か三元役か、どっちかで上がりたいって感じですかね。中屋敷ウーピンを引いてピンズが両面の形になりました。各
パーピンは親の現物なんですね。うん、というのと、まあ、チーピン引いたときに、まあ、4連携でいい形になるってところですかね。おっと、完了まで引いた。これは嬉しいの引いた。何から切っていく、ね、こうなると、まあ、無理に染めなくても、うんうん、面ピン、イペコ、ドライチとかで、うんうん、十分っていう感じですね。3ピンに、3ピンが2面になれば、それはそれで嬉しいよと。なるほど。ペ、ペはションパイです。ドラが3ワンなので、ドラそばのリアマンの方を残した感じですね。はい、ヨネザはここでウーマンを話しました。シュン、シュンはションパイ、ハクもペイもションパイですね。役牌、うん、の方を残していきました。さあまだハツも出てきてませんね。ねえ、ハツがね出てきてないんですよ。これね、本当立花がハツを重ねるとやばいですよ。うん、あの佐藤も勝負手なんで打ってくるんですよね、結局ね。はい、前に出てきてしまう。前に出てくるんです。白を打ってくるんですよ。初引いちゃえ。引かない。スーピン。スーピンがあんこになりました。ローピン。さあ、一歩前進したよね、ザ。イペコが完成。うん、これでチートいつも見れるみちゃんってなりましたね。はい、カンリャンピンのターツができた。ねえ、これはね、あんまり嬉しくないけどね。うん、パーピン。ん？あ、これ米沢スワンコ目指したりしない。しないか。ねえ、あの、本当。急走です。急走ですね。うん、はい、あ、急走、あ、ごめんなさい。はい、失礼しました。ローソンかと思った。ローソン引いてたら、ね、うん、だから結局ものすごい大きなトップを取らなきゃダメだから、うん、普段よりね無理やりスワンコを目指すとかありますよね。そうですね、うん、まあ、条件がかなり厳しいんで、うん、通常とは違う手順になっていくかなってありますね。ペイは2枚切れの牌です。イーシャンテンの佐藤ローソンを持ってきて少し考えています。ね、なんかちょっといびつな場ですね。想像がものすごい高いですね。さあ、このハクを仕掛けたのは立花。ハツを残して9万切り。ところでハツまだどこにもいないです。どこにもない。あ、いた、ま、さっきの言いそうといそうどしの途中だったのに。さあ、こちらもイーシャンテン。イーマン。もうどうする、ローソー打っちゃうか。ねえ、ただ、下ちゃんの立花がね、想像の本一っぽいんですよね。第一だ。うわぁ、初引いた。これ大事よ。どっち残す？あ、パソキュストか。あ、数層からいった。三層の方に手をかけました。うん、さあ。あ、チートイツ、テンパイ、米沢。ドラ短期でいっちゃう？はい、ドラ短期でリーチに来ました。ね、縦欲しいですからね。はい、このドラは山に残り2枚。2枚、はい、2枚もいるんだ。2枚います。佐藤の手と初も山に2枚いるぞ。はい、うん、スーピン、リャンザは現物です。さあ、米沢が、いや、これ3万積もれるのか。うわー、初、これは立花大三元天敗。やばいぞ。さあ、スーピンを勝負。これやばいぞ。ペンチーソー待ちで、天敗です、ね。でね、ちょっとね、あの、対局室に声が、やや漏れる、みたいなんですよね。だから、大きな声を出すと。はい。これはね、今のうちからこうしましょう。チーソー誰かが掴んでも、うわーって言わない。はい。はい、その方向で行きましょう。はい。はい。そうしチーソーで大三元だ。チーソー大三元だ。はい。うわ、何枚いるんですか？チーソー残り1枚ですね。1枚。はい、山に1枚です。ここはね、2枚持ってるからね。第3万短期上がれるのか。必死に冷静を装っております。立花。立花の顔がずっと抜かれてますもん。ね、どうだ？
2枚対1枚ですか、うん、はい、あれ中屋敷のペン3番でテンパったぞ、はい、いやしかしこの仕掛けにさすがにね9ピンぐらいは切っても追っかけリーチにはいけないですね、うん、9ピンぐらい切っちゃうか、9ピンは筋で1枚切れ、はい、9ピン切るよね、切るけど考えているのリーチ考えてるのかな、考えてるんですかでしょうね、パーピン4枚狩りですから、ね、ノーチャンスの範囲です ね、ノーチャンスの範囲なん で、うん、で米沢もリャンワン切りリーチってことはあんまりね、そうですね、うん、チートイツっぽくもない、うん、実際チートイツなんですけど、はい、お、うん、あれピン以外に手をかけそうだ、うん、どうした、おお。ピン抜きましたね、はい、なんかちょっと嫌なんだ、スアンコウとか国士とか、あ、国士は枯れてるか、そうですけど、なんかちょっと不穏な感じなんですね、うーん、いやーこれはちょっとドキドキする、はい、ペンチ総体3万短期、うん、じゃあこの最終戦を決めかねない局面、うん、いや決め、あ、これ、ね、決めかねない、チーソーヒーター結構決まっちゃうよね、決まっちゃいますよねうわー三蔵なくなった、換算図しなくてよかったね、はい、さあまだ見せない、うわーテンパったよこれ、フリテンだけど切るわけないもんね、ローソンなんかね、はい、いやーどうなの、さあどうなる、うわー、いやー、急走。三腕もね、チーソーもね。はい、まだ2枚対1枚です。まだね、消えないですね。そうですね。ざわ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 。ざわざわざわ。残りつも2回ずつです。立花が必死に平静を装っています。はい、口をすぼめつつ、うん。首をかしげつつ。ナンを先ほど立花が切った、ナンはあれ場に3枚切れですね、3枚切れですね、はい、全20枚通ってるんで、うん、積もりました、リーチ積もチート率おもおも裏裏48000の積もりです、まず反撃の呪しが上がりましたね、はい、ここで軍配が上がったのは米沢、見事バイマンつま上がりです、いやいやいや、しびれましたね、しびれましたね、はい、いきなり決まるかと思いましたけどね、そう、ね、いたんでね、町が山に、これででも東海支部がバイマンつまのスタートですから、うん、だいぶちょっとそうです ね面白くなってきたんですね、今、はい、うん、条件に一歩ずつ近寄っていく東海支部です、はい、はい、一歩ずつ近寄っていくね、まだちょっと遠いですね、まだ遠いね、まだちょっとですね、はい、さあなトン3曲立花の矢番ドラがチーマンです、まず一面ずつありますね、はい、イーソーから切っていきました、両面ターツが3つ、うん、中屋敷もいい、はい、おっとここはマンズに行くか、おお、これはマンズに行きたいですね、はい、スーピンから切っていきました、堂々と行きましたね、うん、さあ中屋敷数万引いた、三層佐藤は123ですね、はい、123とあと1通もちらっと見えますかね、中屋敷の手が整っている、整っているが、うん、一メンツもない、なんかね、一つメンツができるとね、そうですね、手配が閉まるんですけどね、やんめんばっかりって意外と進まないですね、意外と進まないんですよ、ここでチューンが統一になりました、親の立花、今回の曲はあれですね、なんかみんなコンスタントに割と自分の配合に沿って手進めてますね、忠実に、はい、うん、ってますね、
ャンピン、ンリャンピン引きました。こうなると、うん、ピンズの一通をちょっと見たいか。馬から切っていきました。ジャンピン引いたとえまだね、悪すぎたんで、いろいろ見えますね。親の立花、チュンは仕掛けますかね。チュンは、どうなんだろう。仕掛けないんじゃないですかね。仕掛けないかな。多分、リハイ的に。なんか一番右と一番左にやってみます、ね、そうですね。リパイね。結構難しいですよ、うん。ポンって言ってから。いや、いやいや。わかんないよ。やるかもしんないよ。いや、だけどこれね、チュン仕掛けないとね、結構面前だと時間かかるから、ポンしそうな気がするけどな。どうなんだろうな。中屋敷がいいシャンテンです。うん、お、シャオの統一になりました。あ、噂の、噂のチュンが、うん、ここで出る。出た。はい。あ、仕掛けましたよ。うん、ほら、簡単でしょ、弾けたも。治ってますね。うん。チュンを仕掛けたな、親の立花。これでいいシャンテン。なんで分けてるんですかね、これ。なんでだろうね。いやー、わかんない。うん、僕、うん、そう、こぼしたくない牌だしね。そうですね。どっちでもこぼれそうな牌。ね。中屋敷、ギャンウーピンと老朽層のイシャンテン。で、数層から引けた場合には、まあちょっと3、シリゴン3色もあるかなって感じですね。初は1枚切れの牌です、うん。パーピンも統一になった、つまぎり。うん。老朽層の頭がありますかね。カンパーピンを打ちして、打数層。カンリャンピンの天牌が親の立花に入っています。カンリャンピンお下げじゃないですか、ニャンピン、うん、いいピンが2人早い。はい。ニャンピン山に3枚ですね。うん、お、スーマも統一。これで白を打っておくと、チートイツのイシャンテンもあるね。はい。白握れなんで、白いきましょうかね。白いきましょうか。白いきましょうか。ね。もう、はい、ひたすら攻め続けるしかないですからね。はい。スーピンを引いて、ここでリャンウーピンに変化。ウーピンが残り山に1枚なんで、リャンウーピンは残り4枚です。4枚もいる。はい。おっと。ということは、中屋敷もすぐテンパりそうってことですね。そうですね、中屋敷も欲しい牌はリャンウーピン。米沢は何を引いたのか。何を引いた？佐藤じゃなくて米沢なんです、今。ね、悩んでるということは、メモチードテンパったか？お、E1、 じゃあ T1 にね、くっついたんですね。あ、リャンウーピン天牌の立花、うん。このスーピンはあえて手牌に入れてないんですか？ん？立花がスーピンを離れたところに。あ、天牌。天牌です。お、リッチ。これはね、うん、入れて、はい。立花は、E ピンを手出ししたので、あそこの数ピンに入れると、うん、入れた位置で、カンリャンピンからリャンウピンに変化したかなっていうのが、読まれる可能性があるんですよね。おっと！この難は米沢の当たり牌。一発。リーチ一発、年本、ドラ、ドラ。ウラウラですね。うん、ウラウラ？ウラウラではないです。ね、うん、裏、うん、裏位置ですね。はい、1万2000点の上がりです。おっと米沢無双が始まったぞ。ここで急に。急に。はい、6万点弱。うん。ねえ。さあ、大三元をかわして倍満を積も上がった米沢。羽満ホーラー。さあ、だいぶ現実味を帯びてきましたね。はい、ね。そうですね。米沢の条件は関西とトップラスを決めて、米沢の条件は関西とトップラスを決めて4万3000点差なるほどですね。あ、なるほど。現状3万6000点差、うんうん、かつ、本部とトップ3着を決めて3万3000点差かつ新潟とトップ2着を決めて5万1000点差みたいな感じなんで、まあ、とにかく2着と5万点以上離れていないとお話にならないっていう感じですね。そうですね。現状2万8000点差、うん、
だからちょっとまだまだ稼がなきゃなんない。うんうんうん、さあ、トンス4曲。中屋敷の親番ドラガリアンゾーです。国士、はい、ウーピンパーピンと切っていきましたよね、ザワ。佐藤の手が整っている。あれ、佐藤、今、イーペコができた？イーペコできてますね。おっと。メンツが一つ完成して、一歩前進。国士ですかね。国士ですね。ハッシーになりましたよね。ここが、ここがいい。佐藤が一番早そうかな。はい、そうですね、うん。あ、矢の中屋敷。あ、いい色を回してました。いい色引いた。数層切りたいけど、ドラガリアンゾー。なん。うん、柔らかくいきましたね。はい、で、まあ、E ピン、リャンピン切る手もあるんですけど、ちょっとね、ペン3ピンが良さそうに見えるんですよね。うん、米沢がリャンピン早い、佐藤が1巡目 E ピンっていうので。馬を引いて3、4、5の3色が見える形になりました。米沢本一も見えてきましたか。これで本一チートヒドラドラか国士かで、本一の方を選びましたね、はい。まあ、で、まあ、チートにするとはちょっとね限らないですけどね、うん。ただ米沢はもう白とかポンしていくか。ドラがあるから白本一ドラ1で8戦ありますしね。はい、うん。おお。ちょっと急走があんこになりました。着々と佐藤は進まない。はい、最初は一番早そうだったんですが、ね、立花もウーピンを入れて3、4、5に一歩近づきました。近づきました。シャアがね、ションパイなのかな。そうなんですよ、ね。難しいですね。米沢の皮がちょっと派手なんで。で、ちょっとシャアが安全パイでもなんでもないから。から切っちゃうのも。ありだったけど。チーソーを切りました。これを仕掛けたのは親の中屋敷。チーソーポンしてダリアンピン。おー、ローソーを引いてまた一歩前進、米沢、ね。どんどん進むな。佐藤さんの手が進まないです ね。はい。ローソー。これで、シャアを合わせる。シャアは今切れました ね。今通ったから切る手もあるんですが。3ピンから。うん、初は2枚切れ、うん、ようやく有効配慮しましたね。はい、いいシャンテンです。三層統一、もうなんか上がれる気がしないな。一応形はいいシャンテンです ね。数万相撲切りました、ね。これをね、パンパンに受けませんでしたね、はい。あ、白自力であんこにしました、うん。うわー、すごい。もう米沢の妻すごいな。名本ですか？これ佐藤もこれ嘘。あ、ここでさすがに切りますか。はい。ピンズが両冠の形になりました。チーソー。自身で切ってポンされているチーソーです。結構怖いですね、僕持ち方が。何切るんだろう。嘘とウーアンは、下ちゃんの中屋敷にチーテンが入ってしまいますね、はい。いや、難しいこれ。今両面三面ちゃんのイーシャンテの中屋敷数ピンで少し止まっている。どちらを残すかですか。うん、パピンの方が安全なんですけど、今テンパイ入ってることを考えたのかな。うん、ローピン、つも切りました。リャンピンを引いて、これで数ピン切って万全かと思いきや、
あ、まあ、スーピン切るか。スーピンですね。はい、そうですね。うん。スーピン切っていい感じでいいじゃんって。ね、ね、佐藤はすごい三品良さそうだなと思ってると思うんですよ。なるほど。だけど、さすがにね、チートイツもあるしね、と。砂丘層。そんなに通しづらいですか。うん、いや、ただまだ何も仕掛けてないからね。イーシャンテンなんですけどね。ね、イーシャンテンなんですけどね。さあ、こちらもイーシャンテン。ちょっとこれは数ピンでした。数ピン引き返して、さらに3ピンがちょっとよく見える。そう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 。もう一回考え直してます。もう一回2ピン切ることも考えたけど、うわ、すごい、6球層ができた。はい。6球層。下ちゃんの中屋敷が1枚切っているだけ。うん、あれ、これでチーだ。はい、運送は中屋敷がチーできる範囲です。運送をチーして、パーピンを切って、ヤングパーマンの転敗です。さすがにヤングパーマン強いかな。はい。そうですね。ヤングパーマン、ここに2枚。こちらもイーシャンテン続行。パーマン掴んだ。はい。打っちゃう？ちょっとね、中屋敷60面に1番切ってるんで、ちょこっとだけね、パワー取りそうなんですよね。そうですね。少年のため、もう一回予想。はい。こちらもイーシャンテンです。米沢もイーシャンテン。2枚切れのシャーから。佐藤もテンパらないね、なかなかね。9万ウーパーピン欲しいところなんですか。あ、これテンパっちゃったけど、こんなリーノミの関数案ってどうするの？どうするんでしょう。ねえ。テンボはラス目ですね。ラス目です。はい。打点見るなら9万とかいっちゃいますか。おお。9万いきました。9万いった。リャンゾーはドラ。わあ。切りました。ルピンをつもぎり。テンパイが入らないですね。なかなか。うん。トーンはションパイなんですね。トーンはションパイ。ごめんなさい。自分で1枚切ってて1枚切れ。まあだけど第1弾に切ってるトーンですからね。うまくリャンパワーをかわしましたね。はい。そう、ヨネザーいいっそ。これで広くなった。はい。まあ、トーンぐらい切るか。あの、親の中屋敷はドラのリャンズを切っているので、うん、まあ、トーンで打って、まあ、そんな高いことはない気がしますけどね。そうですね。うん。考えてます。第1弾、イーソーからですからね。うん、で、リャンソーチーでしょ？リャンソー余ってるでしょ？飛んで当たっ、そうですね、高いケースがある。ほとんど。切りませんでした。なかなかテンパらない佐藤。ねえ。ヤングパーマン転敗の中屋敷持ってきたのはペ。中屋敷もなかなか上がりますね。なかなかね、上がらないね、リャンパーマンね。そうなんですかね。あれどうしたな、何引いたんだ。リャンワン止めた。さあ、佐藤がここで転敗を入れています。9万を引き入れて、ウーパーピン待ちの転敗。けど、リーチに行くほどじゃないということかな。はい、パーピンが3枚切れですね。ウーマンを積もりました。親の中屋敷。単葉のみ500オールの積も上がりです。さあ、中屋敷の親番が続行です。中屋敷はね、今のところは、まあ、ターゲットとしては、佐藤ですよね。うんうんうん、で、佐藤の
の方が今上にいるけど、まあ自分の方が、ポイント的に1万2000点ぐらい、まあ余裕があるので、はい、まあ佐藤と今、どれかな、ちょうど2000点差か。はい。あれ？これ、供託出してなくない？大丈夫？大丈夫ですか？一本も出てないですね。一本も出てないっぽいですね。はい。まあいいか、まあ出るでしょう、そのうち。はい。という曲、一本場、うん、中屋敷の親番続行です、うん、ドラはリャンピン。でも佐藤が一回マンガンツモって言った瞬間に暫定的に佐藤が上に行くんですよね。うん、そうですね、うん、面白い幅ですね。想図にしたい。そいつ、うん、そといつトンカですかね。うん、ちょっと微妙に本一見てリャンマンとかも面白いかなと。まあそういうのもね、ありますね。米津さんは、また想図の染めてになりそうですか、うん、ありそう。で、これはなんか面白くないチーピン引いたな安くなりそう。そうですね。キャンメンターツができて一歩前進。ハッピー。また、なんかね、リの身に向かってどん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 形が良くなってきますね。両年タツが一つできました。急、う、走、ん。まあ、でもライバルの親番ですからね。うん。早いこと両面以上に転配して。ね。うん、で一応トラが両ピンなので、佐藤はスピンを切らずに、急走の問い外押しで、ドラの受け入れを残しましたね。余計なドラを引くわ。ドラを引いてきたな、米沢。保留でペーですか、うん、はい、1枚切れの、あ、2枚切れのペそう、全員手がなかなか進みませんね。うーん、数ピン重なってもなんか違うんだよな嘘言っとく？チーピンとかとりあえず1枚外しとく？そうか、うん、選択したのは嘘。まあ瞬通点の手筋だと嘘ですね。まあドラがリャンピンなだけに。はい。立花も深く考えている。なんとかしてポイントを戻したい立花ですね。そろそろ決めたいですね。ウーマン。うん。うん。決まらず。さあ、やっとここで一人一歩前進。なんかね、誰もスカッとした手にならないね。そうですね。そうですね。もやっとした。もやっとした。角ももやっとしてるし。角ももやっとしてるし、手配ももやっとしてるし。どうそうですか。前進といえば前進ですが、ペンチーピン払っていきました。でほぼほぼ想像に決めましたかね。はい、佐藤がここでイーシャンテン。立花もうどうしよう、ドラリアンピンだか、イーワンイーワンとか、なんなんとか。うん、イーワン。イーワンイーワンですかね。わかりました。うん、広くはなりました。うん、いそう。おってことでもないね。そうです、ね。お、これで単葉に近づいた。はい、数万を引いて単葉になります。うん、こういう全体的に重い感じの曲になると、さっきみたいなこの米沢の本一がまた決まっちゃうかもしれないですね。決まるかもしれないですね。長引くと。うん、数層を引いて、これでちょっとね、広くなりましたね。はい。で、佐藤も立花も、この親はね、もう流したいんですよ。ここで、さらに、あの、中屋敷に加点されると、結構苦しくなるんで、さっさと流したいのに、こんな重いと。角が、なかなかみんな噛み合ってないですからね。
ピューピンでちょっと考えてます。うん。安牌候補で先にリャンピン切っちゃうか、みたいな感じかな。ウーピンを持ってきて。これ難しいなぁ。ウーピンか。そう、切りました。ウーピン切っちゃうとね、次3ピン持ってきたときに、いやうん、なんでもないです。はい。3ピン持ってきた時に積も切りたくなっちゃうんだけど、そうしたらドラの受け入れなくなるよねって感じなんだけど、うん、まあ、T1 とか切ってるもんね。ウーピン引いたらリーチだもんね。そうですね。うん、はい。はい、9万を引いて、ローキューピンのリーチに行きました。さあ、ローキューピンは、場には3枚。手牌の中には1枚使われています。お、4枚も生きてる。はい、残り4枚。9ピンに至ってはワンチャンスになってるんですね。ワンピンで。非常に上がれそうなロー9ピンですね。はい、上がれそうなんですけど、他の人の手形が悪すぎて、悪すぎて宝珠が期待できないって感じかな。立花、これでイーシャンテンに取れます。チュンは場に1枚。チュンとか切っちゃう？もう一回切っちゃって、一回もうどうせ立花たくさん上がんなきゃなんないから。ああ。嘘を引き、切りました。嘘。中屋敷全中に嘘を切っています。もうベタ折れですね。はい。あ、ローピンが1枚ここに。残り3枚です、うん、こんなとこから切らないもんね。じゃあ暇だから浦さんの可能性でも探ります。はい、リャンゾが場に2枚見えてて、はい、三層が裏ドラかどうかの話ですね。手配で2枚使われていて、あ、リャンゾないや。浦さんないや。はい、残念ながら。うんうん、米沢止まっている。うん、あれこれなんだろう、安牌がないのかな。もう降りてるはずですよね。はい。何もチューンも1枚切れずつ。1枚切れずつ。見物ではありません。シャアもありますね。シャアは1枚切れ。だからシャアが短期に当たるかどうか考えてるのかな。で、ちょっと、佐藤のリーチがチートイツ、かもしんないって思ってることはないよね。あ、そっか、ウーソー4枚切れか。で、ローソーの方が安全だ、シャアより。うんうん。まあ、9層統一落としだから、まあ、佐藤そんなチート率じゃないと思うんですけど、まあ、万が一のシャア短期よりも、ローソーの方が安全だと。ドローピンがまた1枚。吸収されてます、はい、残り山に2枚です。白も1枚で9ピンが2枚、9ピンが2枚、9ピンが2枚、いや続々と吸収されてるね。はい、うーん、でもなんかここまで来ると、うん、なんかこんな感じだと上がるより流玉の方がいいと思ってるもあるのかな。確かに出上がりでも裏取らなかったら1300ですよね、うん、出上がりよりは流局の方がいいかもしれない。さあ残り積も1回ずつ。今は立花の切り番、切る牌がラムが1枚切れ、いやーなんか渋く流局って感じですね。はい、佐藤の一人天敗で流局です。はい、でこっからは難波で親を一つずつ落としていくゲームですね。一つずつ落としていくゲーム、うんね、さあ難入米沢の2回目の矢番。でも米沢はもうこの親を落とせば、まあ、実質、試合終了ですね。はい、そうですね。ここで、延々と連チャンするしかない。条件を満たすためには、そうするしかないです。そうですね。で、6000ホールをね、3回ぐらい詰まると、条件満たせますね。うん、なんか満たすんじゃないかな。
なんか6000ホールそんな簡単にならないですか。うん、簡単にできないけど、どうですか。さあ、ユネザーの手配6000ホール入ってそうですか。ドラム数万です。どうでしょう、メンツが1つ、いやだけど、まあ、メンピンツもイペコ、裏裏、うん、かな、はい、とりあえずはコンスタントに手で出たりもするそうですね。立花がメンツが1つ、4と1つ白から、シュピンか、パーピン、ロウソウ、早々と切っていきました。ロウソウ行くってことは大体本線はチートイツですかね、うん、そうですね。で、親の米沢今数万引いたから、はい、メンピンツモドラとかを目指していく感じかな。数万にくっつけて、うん、そうですね。あ、これチートイチいいじゃんってなった。はい。うん、でも完全にローピン切ったから完全にチートイチ決め打ちですね。はい。そうですね。うん。おぉ。この数番引いていい形になった。数層を引いて3層にくっつきました。さあ、こちらチートイチいいじゃんっていうの。あ、いったー、ローピン全順に切ってしまっている。おお、これ6000オールだよ。6000オール見えてきた、見えてきた。ヤンペーコーもありますか、うん、ヤンペーコーになれば8000オールだからね。あれ、これパーワンはいるの、パーワンは。パーマン、パーマンは、ね、あ、全部いるわ。全部いますね。ああ、やばい。来たんじゃない、米沢無双が見られるのか。うん、見られるのか。パーマン。パーマン。サードだ。ああ、惜しい。ローマン。それでも。採用です。で、これね、まあ、サブローピンで受けが被ってからローピン切るってあるんですけど、ローピンが場に2枚見えていて、パーピンも切れてて、ピンズがね、ローピンの周りがよく見えるんですよね。だから嘘を切りましたね。おっと、ここで。これもイーシャンテン。イーシャンテン。イーシャンテン。想像二度受けどっちか切らんか。うん、どっちか切らん。見た目の枚数はトリアンソを残したいけれども、老僧中林が切っているので、ウッパス僧の方がちょっと馬強的にはいい。けど、まあ見た目の枚数だよねって感じで、急走ですかね。さあ。これ米沢もピンズと心中ですね。はい。ああ、数層を引いて完全イーシャンテン。なかなか進まない。進まないね。ここもいいんですよね。はい。ここも完全イーシャンテン。うん、なかなかテンパんない。うっぱんを米沢が引くか佐藤が引くか。引いた方が上がりそう。そうですね。で、その欲しいウーアンが立場のとこにあんこなんですよね。はい。だけどパーワンは3枚山に生きているので、そのパーワンをどちらが引けるか。お、テンパった。テンパいです。ペーターンキー、リーチせず。うん、これ親の現物。一枚切れ。うん。なるべく安全にこの親を終わらせたいと、うん、先手取られたら自分からダイブしたくないんでね、やみたいですね。で、この中屋敷のペータン機は多分ね、ずっとこれでいくと思うんですよ。俺のゲーム性1枚の支配ちょうどいい、うん、なんですが立花にドイツで入ってると、うん、しまんはあれ、これどうする、もうイーシャンテンとリアンシャンテンのままにしている時間帯じゃないですよね。そうですね、ウッパーは二度受けなんか厳しいけどしょうがない、イーシャンテン取っちゃう。三万が統一になりましたが、つもぎりペイいつ出るの、ペイいつ出るのって思ってるけどいない。
理由はこちらに統一です。あ、先輩、ドラの方を引いて展開しました。はい、立花、うん、リャンウッソー持ちでリーチです。このリーチは中屋敷はやめ、まあ、トンは2枚、2枚。トン3枚切れですね。あ、パーマン引きましたよ。おお、これはすごい。はい、リーチに行きました。リーチ、ピンフ、ドラドラ、ウーパーマン待ち。積もれば無条件6000ドルから。はい、一平行もあります。さあどうだ。ウーマン一応1枚いる。あ、だっけ、ウーマンはそうです ね、 そうですね。ウーマン1枚とパーマン残り2枚、はい、うわこれ、いや、パワー一発で引いて裏さんとかだったらさ、そうなの。返品即ズモ、イペコ、ドラドラ、浦さん、まあ、8000オルバイか、8000オルバイですね。ちょっと残念そうに言わないでください。リャンウーソー対ウーパーマン。リャンウーソー、これ出ますか。これ転敗したら転敗した。あ、パーマンを掴んだのは立花。リーチ、ピンク、イペコ、ドラドラ、12000は12600の上がりです。なんと、なんと、これは起き上がりですね。4年沢が止まらない。止まらない。4年沢が止まらないけど、まだ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 稼ぎたいですね。まだ足りない。まだまだ稼ぎたい、はい、でもうダメよ、もう立花のもうハートはもう、そうですねもうダメよ、はい、ここで、ね、これ折れちゃうな。展望がマイナスに効いてしまった立花、ね。さあ米沢の親番続行第1局、争点は7万点を超えてきました。これ、はい、条件はまだダメですか。まだダメですね。まだダメ、はい、並び順がちょっと良くないんですよね。うそうですね。あの関西をラスにしないといけない。ラスにしないとダメなん で今からも関西ラスにするのほぼ無理なんで、うん、まあ純粋に争点を稼ぎに行った方が、ね、もう3着のままで争点稼ぐんですけど、関西と、63000点差必要です。3着の場合、関西中屋敷は3着の場合は63000点差必要なんで、まあ、現在のポイントから言うと、まあ、あと2万点、あと2万点、あ、結構あるな。6000オール1回引きゃ暫定首位に立っちゃうよ。そうですね。そんなことあるマジでさあそんな条件の米沢手配はどうだ。殺到、うん、しか映らないな。あ、映、うん、りました。ドラは数万。え、これさあワンコ、うん、ね、4000オールでも結構並ぶな。そうですね、そうですね、4000オール1万6000点差変わるんで、うん、え、結構伝説だよこれ。そうです ね、このダンラスの位置から、うん、最終ハンちゃんポイント2倍になったとはいえ、うん、ここまで来たらとりあえずちょっと無理に高くはしないですかね、うん、もう、うん、コンスタントに2000オール1000オールでも上がれれば嬉しい、うんうん、もうイシャンテンだもん、ほら、うわうわうわ、にゃんめんにゃんドラこそありませんが、うん、立ち向かえそうなところは今のところ、今のところここが 1,2,3 の3色含みの手ですかね。ただちょっと距離は遠いです ね、はい、ここも中屋敷も重たい、てんちゃんかんちゃ ん、 うーん、自由自在の中屋敷とも家ども、家どもこっからなければそうですねさあウーパーマンとウーパーソーが欲しい米沢、ここがどうか、うね、ドラですが、数万。佐藤が一番上がれそうかな。ドラ数は、はい、一応持っとくか。保留にしました。なんか2枚切れですね。あ、ペン三層を引いた。うん。ちゃんと3色まであります、ね。ちゃんと3色ありますね。はい。さあ、中石パー層をちゃんとここで。あ、もういらないね、順はね、はい、一順な決めてましたね。次自敗引いたらもうこのドラを打とうと、うん、そんくらい早かったですよね今のドラね。そうですね、うん、さあイシャンテンの米沢ですがなかなかテンパイが上がる。おー、小さな子だ。さあ大物手が出るか、うん、ペーションパイですね。
なんかね、砂糖の皮でションパイのペーが出てくると、これはなんだって、うん、なりますね。パーピンを引いた中屋敷、前順ローピンを切っています。チートイツ、うん、チートイツですね、決めてますかね。ローソーを引いてきました。これで完全シャンテンの形に取れます。ただやや想像が場に高い、うん、まあいっぱいいっぱいに受けましたね。はい、さあこちらもインシャンテン、ドラのコーヒーとペースアンピン、の安め、はい、ドラだけど安め行きました。いやー、だけど立花もね、折れないですね。はい、ね、三品はどうですか。三品は四枚山、あら、バニ1枚切れてるので、バニ1枚、2枚山ですね。で、米沢の手に1枚あるので、うん、2枚山です。米沢が 1,2,3 で、はい、使ってます。そうですね、すみません、失礼しました。はい、2枚山に残っています。さあ、ラス目の立花からリーチがかかっています。街はペン3品、中屋敷はこれもね、いけないですよね。はい、無理はしませんでした。で、米沢はもう降りない。はい、うん、これは何番だ、もう全部行くでしょう。E 番、 E 番ドラ筋ですが、考えていますね。うん、いや、降りる選択肢もあるのか。そうですね、ね、終わりまでに2万点縮めりゃいいから。いやだけど ね、まだ2万点あると行きたいな。うん、想像を引いた佐藤白昼両方ションパイ、ションパイ一発はちょっと厳しいか。はい、発を切っていきました。チーピンを切っていくか、ローマンを先に切るか。チーピン、あ、ローマンからいきました。パーピン、うん、これは一発で E1 を押している親の米沢に対して、あの、たくさん見えてるドラマタギのサブロー1の方を先に処理したかったんですね、うん、中屋敷はね。さあ、イーション点、イーマンはいらない。お、急走を引いた。お、パワー1勝負、パワー1いきましたね、うん、ペン3品はまだ残り山に2枚。パワー1は今通った、はい、あっと3品を持ってきた。3品は立花への宝珠杯、うーん、リーチドラ1、裏は乗りません。2600は3500の上がりです。うーん、米沢はここまで親番粘ったんですが、宝珠となってしまいました。それでもね、2600は3500だ、まだね、跳ねまん1回ぐらいつぼれば、まだ、うん、一応、ただ中屋敷と6万3700点差をつけなきゃなんないんですよ。あ、6、今2万1000点。今、4万点、4万1000点ぐらいだから、2万2000点。2万2000点ぐらいか。うん、1回もマンツモとか。マンツモ、マンツモ。そうですね。とかね。うん、さあ、何曲、お、これ、なんか、なんだ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ、やばい。やばい。2面図完成してます。うん、234、234でしたね。さあ、立花。2600点上がった立花ですが、ハイパイは苦しい様子。うん、中屋敷、白がドイツ。米沢も、なかなか2面図あります。そうですね。悪くないですね。はい。ただ打点的には面単品ぐらいにはしたいかな。ちょっとね、やっぱ満貫クラスは欲しいですよね。急走から、うん、佐藤の親番、ドラはパーピンです。誰もドラのパーピンを持っていない、はい、立花は後手をどうしようか。第一打はチュンだったんですね。ルーピンが統一になった。ロースを引いてきた、うん、これはメンタンピーペコの種ですね。はい、イーマンからいくか、何回いきましたね、まあね、なんか重ねられる前に切りたいですね。立
知花はこれ789の3色と本一とか陳一とか全部見てローアンかな。あ、ドラが来ました。余計なドラを。これ角切りあるかもしれない。ないか切りませんでした。でも逃げる立場ですからね、はい、あの後になればなるほどドラポンされる可能性高くなるんで。そうですね、うん、現在のトータルスコアが発表されています。はい、今の持ち点でのトータルスコアですね、はい、関西本部がトッププラス 87.5 ポイント、新潟支部がプラス 72.9 ポイント、3位が東海支部プラス 42.3 ポイント、4位が本部マイナス 77.8 ポイントとなっています。うん、だから新潟は15ポイント弱を詰めればいいから、まあ満願1回分ぐらいですね、点数倍になるとすると、はい、で東海支部はまあ 45.2 ポイント差だから半分にして22,000点ぐらいか、はい、ね、あれですね。で本部が苦しいな、これはもう 親番期待ですね、はい、親で上がり続けるしかない。なんだこれ、チートイツも、単葉チートイツもちょっと見えるけど、ドラパーピンですしね。はい、見ませんでしたね。イーソーがトイツ。本一ですか？本一か、チンイツしたいですね。確かにね。もう白あんこなっている。はい。いや、だけどそっか、パーピン来てちょこって上がっても、ね、かわされる可能性があるなら、ここでドラを使って上がって結構、決め手にしたい。それもありますね。ね、基本的には多分速さの方が大事な局面っぽいですよね。ライバルの新潟の親番ですからね。ギャンマン開いたってほどでもないね。いやだけどこれ、ね、ちょっとペンカンさんはものすごい良さそうな馬強なんですよね。普通の2枚見えてて少し痛いか、少し痛いかもしれない。ただここで3番出てきて、あ、よかったよかったと ピンがトイツ、これを上がれば結構決め手になる。はい、白のポン点が取れる形、うん、でこれ米沢もメンタンピンペコのイシャン点3色まで見てローピンを残すか、安全度で初を残すか、ローピンを切って初を残すか。はい、初を切りました。目いっぱい、このローピン怖いですね。このローピンやったけど、あ、ローピンをコンパーピンを入れた立花、ポジション進。お、関数ピンの方を決めた。はい、あ、パーピンを持ってきた、うん。最後のパーピンですね。まあ、難しいですね。これね、6チッパーの3色まであるんですよ。はい。パーソーを引けば。そう、パーソーチーピンを引けば。強欲に行くのであれば、ウーアン・ローアン。ただマンズの馬強すごいんで、今切りました。一枚に固執しない でね、これ立花が想像の本一に見えてるんですよね。なるほど、周りからね、実際本一、想像の本一向かってたけどパーピン引いちゃっただけであって、うんうん、だから想像をちょっとね、想像をどう感じるかってとこなんですけど、中屋敷はウッパ層を固定せずに関数ピンの方を固定したんですね、うん。さあ、ピンズの形が両面になって広くなりました。ローマン、つもぎでしょうか、うん、一応イーシャンテン、だけどイーシャンテン取らず、取りませんでした、うん、あ、やっぱ789に相当したいのか。9万をもう一回引いてきて残していますね。ね、スーピン、いやこれね、米沢がパーピン切った瞬間にポン点が入るんですよ。はい、いやどうなるか。そうですね、ナンがトイツ、ナンは場に1枚切れ、あ、嘘、2枚切れでした。じゃあナン切る。はい、ナン、うん、切りました。さあ、イーシャンテンの中屋敷、なかなかテンパイが入らない、うん、
米沢テンパるか。テンパらず。テンパらない。米沢がパーピン切るときはテンパイ宣言会ですかね。うーんね。ですかね。テンパイまでだけど、でまあ米沢展望状況的にまずリーチするんですよね、はい、テンパったらその横に曲がったパーピンを中屋敷がポンするのか、ポンできるのか、そしてテンパイを取ることができるのか。あ、これチーだわ。さすがに。はい。カメシャが出たスーピンをチーしてウパソ。うんうん、で、ウパソが流れない。あ、三品は中屋敷の現物。で、この想像が高くて想像一刻も早、はい、一刻も早く切りたいはずなのに。チーして老僧が出てきたってことは、うん、チー出し老僧になったってことは相当絡んでいる、うん、そうですね。これチー点だとするとほぼ総図待ちですね。9ピンパーピンに再びくっついた形ですが、その切りです、うん、開いた。1ピンは二巡前に切っている。うーん、佐藤はいいシャンテンなんですがね、佐藤から見たこれウーピンがないんですよね。仕掛けにウーピン使われているので目に見えてないんですね。目に見えてウーピンがない、うん、両ピンを切りました。あ、両ピンよりも1ピンの方がいる可能性があると。4枚目の1ピンが1枚強そうですね、うん、確かに4枚目の1ピンがいそうってことですね。で、これでウーソーはこの世からなくなりました。はい、ウーソーが立花を持っています。パーソーが2枚あるだけ、うん、これなパーピン切っちゃう？スチーピンチーしてチー出しローソーですよね。やっぱスーソーとパーピンのちゃんぽんとか、はい、うーん、ないことはない。いや、スーソーとパーピンのちゃんぽん結構ありそうじゃないですか。そんなことない。打点がちょっと読みづらいですよね。うん、あの中屋敷さんの仕掛けをどう読むかっていうのが難しそうで、うん、一番ポイントの近い新潟の親番だから早く消したくて仕掛けているんだったら安い可能性も結構あると思う、ね。うん、まあそうですね。その可能性もあるけど。あ、米沢チートイツに置き換えてテンパイ。だけど嘘は。地位点だとすると、ローソンのそばで相当切りづらいぞ。ああ、しかし選んだのは嘘。これはここ嘘は中屋敷の論敗。吐くドラドラ。ね、うまくね。3900流れです。地位1打ってギリギリまで粘ったんですけどね。そうですね、最後に出たのは嘘でした。バッチリ重ねたんですが。いやー、これはものすごい大きいですね。はい。米沢にとってみればこれで2万2000点差が3万点差になったんで、いや、破熱も2回ですか。破熱も2回ですね。かなり厳しい状況になりました。かなり厳しい。で、佐藤はまだまだいきますね。そうですね、はい、はい。万願、ここで万願積もって最後1000点とかちょこっと上がる、1000点じゃダメだ、1300とかちょこっと上がるか、まあここで上がれなくてもオーラスこのままでいってマンツもすれば OK と。そうですね、うん、さあ何三曲、ドラがチュンです。立花の親番、米沢の手は羽マンガも見える。佐藤さん、佐藤はオーソドックスに進めますかね、うん。立花は打点が欲しい、うん、中屋敷はさっさと終わらしたい、もうさっさと終わらしたい、終わらしたい。米沢将来的な構想として米沢は自分がダメだった時にもう一曲やりたいんで、多少仕掛けられる牌を立花に仕掛けてもらう牌を残したりとか考えるんですかね。まだ早いですか。どうなんだろう。ユネサーとしてはやっぱ3万点差だから、自分の羽マンが厳しくなってきたら曲数多い方がいいですよね。曲数多い方がいいです。ピンズの形が良くなった立花、
いいんだけど、何を泣いてくれそうか、で、それが親が泣くのか、他が泣くのかっていうのもね、ちょっとよくわかんないよね。そうですね。まさにまだ難しいですね、今の段階だと。いいピンが帰ってきて、いいシャンテン。これ、あ、染め手に向かいました。染め手に向かいましたね。はい。まあ、佐藤は、まあね、中央打点でもね、オーラスの条件がだいぶ楽になりますからね。そうですね。うん、今、11,200 点差だから、なんだろう、ここで1326とか引いとくと、まあ、オーラス1200でいいなとか。そうですね。そう、立ち上げつけたいですね。つけたいからいいピンかな。いいピンですね。ドラのチューンは、うん、ね、いらないです。ドラチューンまだ嫌いなんですよね。国士も残ってる、うん、国士ですね。国士ですね。あれ、これ国士の実質リャンシャンテンってやつじゃない？今9層を1枚迷彩に使ってたのか。はい、そうですね。統一から切ってます、統一から切ってますね。なんとかしごろにしたい。ウーピンか？スーピンが盤に2枚切れ。無理やり単用の急走とか？佐藤の顔が抜かれています。めちゃくちゃ考えてます。ウーピンを切ってきました。これがまあ、しごろの3色に一番なりやすそうですね。でもこれでもチュン切るしかない、うん、はい、チュンがここで放たれました。かやしきは合わせず、合わせず、まあ親利がね来るのが分かってますからね。はい、親に対する安牌ですよね。スーピン、やはりドラが出たことによって注目は浴びてますね。浴びてますね。何引く？おお、ここか。もうなん、そっか、リーチですね。はい、うん、数層を切ってリーチに行きました。もう点差が離れすぎてるから、一層あの数アンコとか出だしに行くのもあるかなと思ったけど、さすがにやりすぎでした。親番ですしね。はい、ね、はい、うん、リーチプラス違反あるんでね、うん、裏1、4000オール目指せるぐらいだったら、うん、おっと、リャン、うわ、行きたいけど、小さくらいぶち込む、はい、ぶち込む筋ですね。いや、でもこの地図ぐらい切るでしょ、もう。うっそー。3P の方からいったらすごいな。あー、なるほど。素晴らしいですね。これは、佐藤は2枚目の E ピンが手出しっていうのを見てますね。はい。で、E ピンを2巡目に切ってるのに、7巡目に E ピンを手出ししたっていうのはどういうことと。うん、考えたときに、なんかちょっとサブローピンが当たるケースは少なそうですよね。まあ、ピンズが1日3に4引いて、2差しになってるとかそういうケースの方が多いよね。あー、そうですね。って思ったんだけど、そんなことないか。佐藤からリャンピン4枚見えてんだよな。はい。どういうことだろう。単純にモルフィッカケの方がありそうって思ったのかな。あ、そうですね。確かに。リャンピン、そうですね。リャンピン暗号になってですもんね。もう一緒こんなもう、取ってない牌多すぎるんだし、急走。ぐらいベコンって、はい、ただ急走切るとリャンピンが出る確率が高いです ね高いですね。シーソー筋で行ってからの宣言牌を裏筋取り入れるので、パーソン無理でしょう。急走行きました。シーソーのパーソンも取る保証ないし、はい、立花の町はリャンウーピンウーピンが残り山に2枚、リャンピンは山にはありません。あー、ウーピンがここに1枚、ここに残り山に1枚。さあどうする。おっと、ウーピンお帰り、天牌です。まあ言っとくか。はい、リーチに来ました。佐藤サブローソン持ち。いや、これね、あのゴッド上がっとくとオーラス満貫値上がり条件ができますよ。
上がりがものすごい大きい、佐藤にとってみれば。さあ、ここで動いた中屋敷。もうね、もうなりふり構ってらんねえと。とにかく佐藤の打点を下げなきゃと。はい。さあ、佐藤の町は、残り山に、2枚ですか ?4 枚 ?2 枚ですね。2枚。はい。で、中屋敷じゃないや。あ、1枚かな。で、立花の町はもう、ないですね。順からですね。はい。さあ、サブロー総対リャンウーピン。リャンウーピンは空手です。立花は、ローソン持ってきたら勘ができる。中屋敷はこれ手詰まってる。いや、今の指示を止まってますね。うん、で、ちゃんた、に向かうと思ったけど、さすがに手詰まる可能性が増えるのが嫌だと。うん、そうですね。8万でも。はい。G1 何枚目だって数えてる。なるほど。うん、G1 は4枚目になったんだ。これパワーも相当切りやすくなったか。うん、そうですね。うん、米沢考えている。手詰まりですか ?3 ピンは取っていますね、うん、両者に。これチーとかしないよね、さすがにね。しないよね。パーマン通るし、とか。いや、だってチーすると、ライバルの佐藤にわざわざ配定を渡すことになりますからね。そんなことはしないですね。そんなことはしないでしょう。はい。いやー、サブロスはまだ3枚いるんでしたっけ？サブロスは残り山に1枚。あ、1枚ごめんなさい。はい、1枚か。ローソーが1枚。ローソーが1枚。で、立花の元に行くとローソー暗換できますね。さあ、残りつも。じゃあ、立花も法順はないわけだ。はい。あ、こちら、配定の配です。切る牌はあるんですか？イーマンか、うん、はい、立花と佐藤の2件転敗、うん、これはダメですね。中屋敷が転敗の手の宣言する前に佐藤は開いてしまったので、最高戦はトンナンチャンピオンの順番で転敗の手を開示しなきゃなんで、うん、はい。はい。ね。トイレ休憩を。あ、なんと、ここでトイレ休憩ですね。はい。長丁場。長丁場ですからね。はい、ね。この流局は、関西中屋敷にとってみてはちょっと辛いっすね。うん。他3人にとっては。うん。本部、立花からしたらもう一回親番ができる。はい。うん。米沢も、羽根間もう一回作りに行ける。うん、そして、佐藤は中屋敷の点差が縮まる。で、あと、まあ、2局以上あるのがね、嬉しいですね。はい、2局以上で、これで、佐藤と中屋敷は、3100点上なのか。佐藤が3100点上なんですね。で、1、2、3差だから、今、あれか、9200点差ですね。9200点差、うん、だいぶ縮みましたね。だから9200点差なんで、佐藤があの供託2本と供託2本を取れば結構ね、そうですね、かわせますね。満貫で上がりでも暫定首位に、満貫で上がりでも暫定首位になります。なるほど。で、うん、米沢さんの条件はどうなるんですかね。で、米沢は。まあ、でも、供託2本あるんで、で、最後、関西中屋敷さんが親なんで、マンツも羽根つもでも届くんですかね。どうなんでしょうか。微妙なところだと思うんですけど。現在の点差は3。4-3差か。ん？ 3？ あ、嘘、3-3差か。6-2のと。ん？ 3？ そう、4-3だよね。ん？43点差。
333。あれ ?622?622 622と289です。そっかさ。333か。はい。333で。333。教託日本の一本場ですもんね。うん。で、今度と100、で、63.7 差だから、残り。前半戻りましたんで。はい。はい。はい、残り 30.4 ポイント必要です。30.4 ポイントは 30.4 ポイント必要だから、破裂もマンツもじゃギリ足りない。ギリ、あ、一本場でも足りない。うん。足りないですね。ね。ギリ足りない。ギリ足りない。なるほど。だけど、破裂もリーボ、破裂も。マンツも破裂もは大丈夫だと思う。マンツも破裂もは大丈夫。うん、あ、嘘です。破裂も破裂もは大丈夫。ん破裂も破裂。ハネツもハネツもは大丈夫です。ハネツもハネツも大丈夫だけど、ごめんなさい、マンツもハネツもで、ちょうど同点になる。おぉ。マンツもハネツもで、ちょうど同点。ということは、先行有利なのでダメ。なるほど。うん、足りないということですね。ね、うん、さあ、対局が再開されました。南三局、立花の矢番。一本場から再開です。ドラは言いそう。お、はい、整ってましたね、立花、ね、そうですね。中屋敷、おたかぜのトンガドイツ。うん。米沢、ドラの言いそうが1枚。マンズが4枚つながっていて、ピンズで両面ターツ。お、これ、もう佐藤がいいですね。ね、佐藤めちゃくちゃいいですよ。ここでドラを引いたのは立花。米沢側ちょっと厳しいか。マンツモなら攻めて。いやーだからもうマンツモ狙ってっていいと思いますよ。マンツモ狙ってリーボーデーとハネツモとかでもいいですからね。うん、そうですね。うん、新潟がトップになる条件の方は聞かれてます。はい、新潟が、トップになる条件ですね。まあ、ちょっと最終局あるんで分かんないんですけど、今のところはもう満貫で上がりで大丈夫です。今9200点差なんで、満貫で上がりで、リーチも2本出て、供託があると、1100点かわす形ですね。うん、はい。なんで、うん、この曲の今佐藤の手はどういう風にするかっていうのがだいぶ見ものなところだと思うんですけども、で1326積もると300点届かないかな、佐藤は1326積もでは300点届かないけど、300点届かないぐらいだったらね、オーラスト1000点上がりゃいいだけですから ね、 そうですね、問題はなさそう、上がるだけだったら早そうなんですけどね、あれが早そうだけど、いや佐藤ぐらいの手配をもらうと、まあ、リーチして上がりをちょっとね、目指したいですね。一気にこの曲でかわすか、一気にこの曲でかわすか、もう最終曲の条件をめちゃくちゃ楽にする。そうか。そうですね。あいったー、全順切っている。うーん。リャンピンがドイツ。で、最終局は親が中屋敷じゃないですか。はい、で、中屋敷は、天敗能天で変わらない点差だと、最終局必ず伏せるんですよ。はい、だから伏せさせないためにっていうのを、まあ、最低条件で置くんだったら、佐藤の立場としては、7等3以上。7等3からですね。最低条件として考えるんだったら。うわ、さあ佐藤天敗、ね、パーマン切れば完了ぞ。リーチ打っちゃいます？リーチ打っちゃう？どうしますか？打っちゃいましょう、ね、はい、リーチに行きました。パーワンパーワンリーチパーワン3連打リーチです。どんな手でも上がってるでしょみたいな感じです ね。さあ完了ぞ、山には残り2枚。米沢、今がドイツになった。シャーも初もションパイですね。
いやでも米澤は勝負するんじゃないですかね。うん、この曲終わっちゃうと3万点の条件を一曲に託すことになっちゃうんで、いやもうほぼ100万条件で、はい、米澤このリーチ棒めちゃくちゃありがたいんですよ。このリーチ棒が出たことによってマンツもハネツも条件ができたんで、さっき言ってた、そう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 、ね、なんで立花ドライ行きましたね、うん、勝負するでしょ、もう立花もう何でも行きますよね、はい、勝負するしかないですね、この親が落ちたらもう終わりです。4ピン、うん、さあリャンゾーや残り山に2枚、2枚、中屋敷は撤退するだけ、そうですね、ちょっとこの距離からじゃいけないですね、うん、2ピンを引いて3ピンの二度受けの形ができました。はい、うーん、立花、お、一手進んだ、はい、もうね、6ピンとか3ピンとか打ってね、やってる場合じゃないんで、もうインシャンテンをどう取るかですね。はい。もう受け入れを、枚数を最大化すると。さあ、佐藤の当たり牌です。だけど、これは危ないな。ドライいそうですからね。はい。9番が振り点。だけど、ね、振り点で自分2枚切ってる振り点だけど、この残り2枚の9番がめちゃくちゃ山にいそうじゃないですか。そうですね。うーん、Sが積もりました。ピンも統一。ピンも統一。いそうはゲームです。まあ、いそう通ってますからね。はい、さあ、佐藤の町の観覧像。残り山に1枚です。おローワン引いた、ローワン引きました、おーローピン切りリーチか、はい、ローピンを切ってリーチに行きます。待ちはウーパーピン、さあここで動いたのは中屋敷、貫ローピンを落ちして、あ、これ抱くんですね、なんなら佐藤が高いと打ってくれた方が嬉しいけど、うん、一発でも落としてくれた方が、もうね、橘は遥か下だから、梅沢も一歩前進、うん、で米沢もこれも E1 切るしかないんじゃないですか。そうですね、うん、あでもこれどうなんですかね、うん、親の上がりにかける、そしたらまだ2曲できる、うん、そうしたら、うん、まあ破熱も破熱も条件か、ね、ここを見といて、この曲を傍観しておいて親が上がってくれて、かつ破熱も破熱もできることの方が多いか、こっから突っ張ってで、リズム単位裏とかをなんか上がれて、マンツモの後、破熱もできることの方が多いか。ほんともう、数パーセントと数パーセントの比較を今しているところですね。なるほど、うん。ごめんなさい、数パーとかじゃないですね。なんか、下手したらもう 0. 点何パーと 0. 点何パーみたいな比較ですね。あっと、ウーピンが選ばれた。ウーピンは立花の上がり牌。リーチピンフ2900は、3200の上がりです。うん。いやー難しいですね。まあ米沢の中ではその 0. 何パーと 0. 何パーを比較して5と出たんですね。ということですね。これでただ今の方中で破熱も破熱も苦しくなったかな。破熱もでもダメになりましたか。ね、点差が2万100点差、301差でしょ、637差、破熱も破熱もギリセーフ、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 はい、200点上に行きます、破熱も破熱も、なるほど、破熱も2回すれば優勝できる、さあ立花の親番続行ドラは何です。高い自分の風のトーンから切っていきました。トーンから。はい。こう。ドラ表示牌に1枚切れてる。あ、なるほどなるほどなるほど。そういうことですね。佐藤、お、今回もいいんじゃないですか。いいですね。うん。
大体リーパイしてくれない。大丈夫だよ。あの次回ってきた時にはもうリーパイできてるから。大体。いつも間に合わない。そう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 。仲良し曲進めたいけど苦しいね。苦しい手が続きますね。言ったら間に今回また佐藤が割と形はまとまってる。立花は打点がくっつきそう。これ。いや、あるよね、これ。差し込み3色で決まれば6000オールとかありますよ。はい。そうですね。うん。あれこれ、立花が6000オール上がったら、また一気に。並んじゃうんじゃない？そうですね。おっと？来るの？ 6000 オール。いやー。何は？何もあるんですか？まだ。何は？あ、何は？そっか。3人が1枚ずつ持ってる。3人が1枚ずつ。はい、まあ、立花が一番先に切りそうな感じですね。そうですね。ヤンピンアンコになった。中石家ちょっと単ヤオで捌きに行くことも考えているかな。うん。いそう、切りました。米沢は染め手ですか？ねえ、だけど、羽根つも羽根つもだからね。リーズモナンドラさんとか、の最速も逃したくない気持ちはちょこっとあるけどって感じかな。でも4ピンターってことはやっぱり染めてかーチートイツなんですかね。やっぱ何を使い切るのか考えると ね、リーズもチートイドラドラウラウラさっきやったからね。そう、トンバでやったからね。はい、チがメインなんですかね。ただ全順トイツのパワーピン切ってますね。あー、これであ、何を重ねたのは佐藤。これは大きい。はい、リアンシャンテ。この何が出そうですかね。出そうですね。うん、多分、もう一手進んだら出るか。あ、感動添えた。これで、ヤンマンから。ヤンマンか。うん、3万。ピントリゾート氏、下がこうなったらリズムチートリドラドラ、ウラウラ狙いかな。そうですね。うん、イースチーマンの短期選択、うん、イーマンが倍値、単純万比数でイーマンいきますか。はい、はい、うん、イーマンを選択しました、ね、イーワンが3枚切れたからリャンワン切る手もありますね、うんうん、そうですね、うん、けど一品を選択しました。はい、そう、もう一回、ね、これね、怖いよね。トンとか切るのがもちろん一番広いんだけど、怖いもんね。いい、そうだけどね、あのパーピン切ってもパーピンを縦に引くとほんと死にたくなるんだよね。うん、そうですね。もうね、タイヤオで簡単に上がれそうな手を逃しちゃったっていう。一番のこっから手配が進まない。佐渡だ。白は1枚切れ。おも次の有効牌が、ヤンピンが貫通。うん、これは、どうしてどうすんだ？さあ、スス引いて3、4、5の3、こちらも3、ね、難しいね。ここなんですよね、うん、この手が一手進むか進まないかで全体が変わります。あります。何が打ち出されるか打ち出されないかによっても変わります。ここ4どうする？もう勘しちゃう？しないか。だけど中屋敷はね、ここ勝負どこで、ここで2000点以上上がっとくと、ね、あのオーラス佐藤がマンツモしても大丈夫なんですよ。マンツモじゃなく、マンツモとハネツモってできやすさが全然違うんで、そうですね、佐藤にハネツモ条件を突き詰める
突きつけるという意味でもここ積極的に行く手は、あ、ここでナーありますよ、うん、はい、ナーある、ナーありますよ、いいシャンテンに取れます。3色取りこぼしたくないから5万をいいシャンテンなんじゃないこれ、なんでしょう、何切っちゃいますよね、うん、ドラはなんですが切るのか、難しい、どっち、うん、ウーマン考えている、ウーマン、なん、ウーマン、あ、ウーマンかなんでしょうね、ちょっとウーピン切るにはね順目が進みすぎてる、さあここでどうなんだ、ヤムピンが一見良さそうに見えるがヤムピンきついぞ、残しちゃうよね、サンスから切ってなんて分かんないもんね、サブローソーを選択、ここでテンパイが入った立花、リャングーピンチーピン、リャングーピンチーピン、リャンピンはもうリャンピンはありませんね、リャンピンありませんね、はい、チーピンが山に2枚、さあ、あ、一品はつもぎずですかね、スイート3枚ですね、一品はつもぎるんじゃないですか、うん、4枚目の配分、米沢は何か考えてる、もう何もね、手をどうするか、うん、何もポンされてないから、こういうないから、うん、うわすごい、一発つも、積もり上がった、すげえ、リーチ一発つもり、え、しかもドラッグオフにもチーピンがいった、うわこれは強い、リーチ一発つも、2000は2200オールのつも上がりです、ギャングピンないんですけど ね本当に最後の牌でした ねははこれで7400点まで復活、うん、4000オールでまっくりますか、4000オールではまだダメですね、6000オールで、うん、6000オールでかわしそうですね、6000オールだと6000オールでもちょっと足りないんじゃない、ちょっと足りないですかね、うん、あ、そう、本部、うん、そう、本部は あのそう、中屋敷を、あ、嘘、中屋敷、今関西が3着、関西が3着だったら、関西が今のまま、新潟より下だったら、橘は佐藤をかわすだけでいいんだ。だから6000オールで楽勝かわす。楽勝かわす。楽勝かわす。その並びを維持できれば。そうですね。おぉ、やべえ。ということで、ね。熱い戦いになってきた。一時は箱下まで行った。うん、立花ですが、手はいいですね、うん、はい、ドラガン再び難、しかし中屋敷いいぞ、これはいいぞ、はい、でちょっとね3本場になったから中屋敷は1000は1900を上がると、1000は1900上がるだけで佐藤のマンツモ条件をなくすことができます、うんうん、これはちょっとそろそろこれで一曲勝負しますか、一曲勝負しますかしてみますか、少し少しね、やっぱりあれですね、この最終戦とかこういう戦いですと、うん、やっぱ条件満たす形じゃないとあまり上がりが、ね、うん、やっぱ出づらくなるから、ね、どっかで自分が腹をくくって攻めないと、うん、なかなか曲が進まないんでね、そう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 、うん、で佐藤がまた長いしまいって、うーん、もう、うん、もうね、広く広くひたすらまっすぐに、うん、ひたすらまっすぐ、米沢は羽マンツモ、羽マンツモですか、そうですね、米沢は羽ツモ、羽ツモですね、色、さあ、テンパるか、テンパイ、あーね、こっちはリーチですね、中屋敷、町は老朽層、老朽層は
山に残り3枚。これ3枚。はい。え、これ、佐藤、急走1枚プラーンってしてるけど。進んだら、うん。危ない。危ない。同級走、残り5枚、ね。5枚ね。あ、4枚か。今。佐藤が3枚、立花が1枚、米沢が1枚。うん。残り3枚。残り3枚。手配に5枚使う。手配で5枚使われてる。立花1枚。お、お、こうなると、追いつく。そうですね。ね、急走が出ずに追いつく。来るよ。立花が来るよ。じわじわと迫ってきています。うん、立花イーシャンテン。立花の星、カンリャンマンとサブロー。え、これ何？リャンマン？リャンマンにした。嘘を切って追っかけリーチ。これね、めちゃくちゃ怖いですね、中屋敷は。もう許してごめんてってなってますね。街はサブロー層、サブロー層。いやもう米沢泣きそうな顔してるね。あ、サブロー層、三層消えた。三層がなくなった。うん、三層なくなった。三層残り1枚になっちゃったかな。残り1枚ですね。ロー層も残り1枚、うん、2対3ですかね。2対3ですか。はい。ここで難が統一になったけど、ドラの難、うん、行きづらい。相当苦しいですね。で、4層。メンツができましたが。もう無理か。ね、さすがにね。おっ、これはチートイツ、チートイ復活ありますか。チートイドラドラ、急走短期ありますか。急走2枚いるから、佐藤が急走重なるとすごいこと。お、これはちょっと行ってみる。単品3色なれば単品は筋と現物、うん、さあ、未だに2枚対3枚。嘘。嘘は現物。あれ？佐藤は。佐藤は？何が？何があんこった？なんじゃこりゃ。どうしますか？ただウーマンも今マンズの下は比較的というか行きづらい。何しまいか。何切るか。まあ、中屋敷には通りますよね。中屋敷が何短期ってことはないですよね。さっさと裁きたい人がね。うん。はい、力強く勝負に行きました。ね、うん、立花に何短期で打ったらもう死亡。そうですね。ね、親ですし、うん。さあ、これで何が切れるか、切れることになって。ただ、米沢は羽マンにしなくちゃいけないんですよね。使えるならなも使いたい。さあ、待ちましょう。顔出さないですね。ね、はい。まだ？待っていません。お？一応イシャンテンの形ですよね、ザワ。ここがチーピン、ピンはリーチは損敗、後筋損敗。ちょっと気持ち悪い。そうですね。あ、うん、あ、降りた。さあ、これで立花と中屋敷の二人旅になるのか。おお、これ三層がなくなった。対三。三。うん。サブロソは一枚。
補給層は3枚。決着をつく。ここで積もりました。積もったのは中屋敷。リーチ積も。500銭は800、1300の積もりです。いやー、これ大きいですね。大きい。親リーチを蹴って。大きく優勝を近づけましたね。近づけましたね、はい。2着にもなることができた。うん。ここで条件の確認の時間ですかね。はい。はい。条件確認をしましょうか。こちらでも。はい、現在のトータルスコア。もうなくてますか、はい、コメントで出してくれるかな、うん、コメントで出してくれるんですかね。はい。まず、米沢は、つもなら、2万5千3倍満つもですか。3倍満つもから大丈夫そうですね。2万4600なんで倍つもだと、いや3倍満つも足りないんじゃないですか。3倍満つもだと、うん、うん、3倍満つも足りないですね。足りないですかね、うん、あ、すみません、失礼しました。うん、足りないですね。米沢は薬満つもですね。薬満つも、薬満出上がりでも。薬満出上がりは足りないかな。足りないです。はい。つも上がりじゃないと足りない。うん、薬満つもか、中屋敷からの薬満直撃は、中屋敷からの薬満直撃はどうなるんだ ?2 着の佐藤と現状3番で。はい、あ、OK だ。はい。米沢は薬満をつもか中屋敷から。中屋敷からの直撃条件だと。ん？あ、米沢は中屋敷から薬満直撃だけです、ね。直撃でも薬満だけなんですね。薬満だけです。薬満だけです。つもも薬満だけ。うんうん。あ、だから、いや、そんなことない。3倍満でもいけるかもしれない。トータルスコア出ましたね。3倍満届きます？中屋敷から直撃だと3倍満で、現状を28,052で、新潟まで、あ、行くんじゃない？行けそうですか？うん。まあ、2万8000で3倍満だと5万2000点差になるから、うん。5万2000点差になるから、中屋敷からの3倍満以上ですね。はい。3倍満以上。はい、米沢はね。はい、薬満つもか、3倍満直撃以上。で、佐藤は現状 2.6 ポイント差。向こうの方が 2.6 ポイント差なんですけど、12.3 ポイント上に行かなきゃならないので、うん、跳ねつも。佐藤はつもなら跳ねまん。はい。直撃なら、6400で。64足りないですね。2.6 ですか ?64 だと、うん、ああ、微妙に足りないですね。うん。やっぱ8000点。直撃。満貫直撃から。はい、満直です。満直ですね。はい。羽根つも満直条件。佐藤は。羽根つも満直条件。で、立花は、これは関西本部よりも上行かなくちゃいけなくて、下着順だから、でも、倍満つもが足りないから、やっぱ3倍満つも？立花は、まず直撃は、佐藤をまくらなきゃなんないから、直撃は3倍満直ですよね。3倍満直ですね。はい、3倍満直。3倍満を中屋敷から。で、佐藤からの100万出上がりは足りないね。足りないです。外から100万で上がりは足りない。直撃は3倍満の中屋敷からしかないです。ツモは、ツモも3倍満、ツモも中屋敷が親被って、ラスになって、新潟をかわすから、
あの3倍目はツモで大丈夫だ。3倍目はツモも OK です。立花は3倍目を直撃かツモ。で、米沢は3倍目を直撃か薬満ツモ。で、佐藤は羽満ツモか満直。これだ、はい、これですね。意外とシンプルですね、うん。意外とシンプルですね。で、佐藤は一応脇からの倍満も OK です。佐藤は、倍満脇。そうですね。うん、はい、倍満脇っていうのは、立花からもしくは米沢からも OK ですね。はい。はい。立花、米沢が、まあ、国士模様になったりとか、うん、そういう展開に。ね。そうですね。もう3倍満ってできないから、結局は役満縛りみたいなもんです。役満作って、立花と米沢は役満作って、はい、ツモか直撃やりましょうですね。そうですね。で、佐藤は、羽満積もりに行きましょうですね。中屋敷はもう中屋敷は伏せましょうですね。多分ハイパイから降りると思います、はい、ハイパイから降りるんですけど、多分立花か米沢かはどっちか国士、どっちか国士やりそうなんで、国士に終盤万が一打たないように、佐藤に満足だけは絶対されないように、安牌を残しつつ打つっていう展開になるんじゃないかなと、はい、はい、思います。園田さんの条件教えてください。どう条件あるんですか。僕はね、目なしです条件なしです。はい、はい、どうなんですかね、うん、割となんか最近だと初手から降りるっていうのもあれじゃなくて、やっぱ役満の可能性がある牌から切ってく、まあ、自牌から切っていくのが最近は多いと思うんですけども、さあ中屋敷さんは何から切りますか。はい、オーラス始まりました。中屋敷の親番ドラガスマンです。最近多いですよ、青とかから切り出すのも、うん、青トン役満直撃はしたくないですからね、うん、そうですね。ギャンゾーからいつも通り進めるんでしょうさあ米沢3倍満直撃か役満ツモが条件、はい、まあ、数案高だよね、うん、うん、さあ羽満ツモ、羽満ツモ、まあ、本一ですかね。本一か新一。立花は、これは国士ですか。国士で数案高もちょっと3つ、しかそうは数案高、ああもう全キャッチの方かな、自敗は、うん、で、まあこの第一打を見ただけで、まあ中屋敷はマンズのチュンチャンパイが一番残しときたい牌ですね。そうですね、うん、国士にも打たない佐藤の、まあ、染め手とかにも打たなさそうと。ドラドラになっちゃったこんな時に来なくても、もうこんな時にね、さあ、あんこが一つ目。はい、一あんこまずできた。一あんこ。さあ。ヤンマーを残したいんですかね。3万か3万で。ヤンマー残したいですね。ローピン。倍中のローピンが、うん。もうなんか国士みたいな、とか本一みたいなのいるから白。ああ。うん。か。何金だろう。一緒に考えています。ヤンマーを選択。一応残す、うん、残さない、うん、なかなかツモが効かない立花、うむ、ねえ米沢はね、これ染めてもしょうがないんですよね、縦に引いてこないと ね、あれもしかしてトータル2位を狙っているとか、そういう説はありますか？あるかもしれないですね。それはあるかもしれないですね。トータル2位になるためには、うん、あと、なんていうの、はい、7000点。東海支部は、あと漫画上がればですか、うん、漫画上がればですね。いや、漫画もいらない。6.8 ポイント差だから、
鉄板になるから3点4ポイント差だから残球出上がりぐらいでいいです。残球出上がりで東海はトータル2着ですね。2位狙ってるかもしれない、はい、ありますね。ね、うん、鈴木優プロも言ってた気が、うん、いやだからそれはね全然ありなんですよ、うん、あのだってこれ一生残るわけですから ね、 そうですね。第1回本部支部対抗戦2位、はい、準優勝、うん、2位というか準優勝っていうのと3位っていうのはね全然ね違いますね、うん、受ける印象違いますからね。そうですね、うん、お初が統一になりました。佐藤米沢のスタート位置を考えると2位でもすごいです。いやーすごいですよ、スタート位置考えるとね、うん、2位でもすごいですよね。確かにね。そう、米沢白も統一になっている、はい、うーん、パーピンは安全度で残しているんですかね。特殊な状況ですからね、ちょっとみんな全体的に苦しいな。この白とか米沢の白、すごい佐藤の九走流派なん、ね、材料はあるんだけど、いやだけど佐藤はメンホンチドイツがあるか、うん、メンホンチドイツに向かうのか、仕掛けはしないでしょうね。メンホンチドイツを積もれば優勝です。そうですね、さあ米沢、うん、手が進んでいる。佐藤は佐藤はもう南竜本一トイトイとかもあるんだけどね、ちょっとね一個泣くとね、なかなかもう一枚泣かしてもらえないからね。さあここでドラ、うん、ドラは使っても条件はクリアできないけどかっていうよりドラの方がいそうとかかな。うわっ、三層貫通になっちゃいました。こうなるといやちょっと吐くかちょっと打つんじゃない。リーズも面本薬杯でいいですからね。リーズもそう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 ですね。となると白純が打ち出されるか、純、うん、が1枚切れ、白が勝敗、純、うん、からね4枚使いチートイがあればねってね思っちゃうよ ね、 うね、ありません、うん、ありませんね、はい、ここでドラ、立花はちょっと条件には厳しいか、そろそろマンズに手がありましたね、うん、もうこっから終わりまで全部マンズだけ打ちますよと。さあ米沢がローソーを引いた、ローソー引いて9走出るかな。9走しないね、一応何発9走が全部1枚ずついます。おっと、ね、これでいいシャンテン、いやもう白打つでしょ、はい、で地層とか引いたら急層急層って言ってリズも面本薬杯を狙う手筋になると思うから、切らず、あ、そう、ロウソウからウウソウ引きとかもあったんですね。ね、そうそう、ウウソウ引きとかもあったんですけどね、うん、さあ米沢の手はどうなる。さあ引けるか、あっとパーソー、まあ、こうなればねさすがにね、もう白が打ち出される、うん、これを仕掛けた米沢、はい、ああこのトータル2着狙ってますね。はい、白をポンして打球層、ね、ウーパーソー待ち、この球層 はなんだこの野郎2着狙いに来なかったなこいつ仕掛けませんでした。うソーズ抜いちゃうとか、あそれもないか、うん、あソーズ抜いちゃうわね、だけどあるけどね、いやただあの佐藤に満足ダメですからね、うん、そうなんですね、そうソーズは抜けないか、さすがに佐藤もソーズ模様ですしね、うん、あれだけどチーソーもしかしてこの世にないんじゃない、チーソーがそうですね、立花と米沢で2枚ずつ、では佐藤の上がりはパーソー宝珠の未来しか、パーソー宝珠の未来しか見えないね、そうだ
ああもう無理、うん、あはい、これはリーチでしょ。あ、違う、これだと積もり3個だから積もったら OK なんだ、上がんないでって思ったけどやっぱ上がっちゃうね、はい、ファーストは米沢の論敗、約本一3900の上がりです。いやー、はい、ねー、いやー、熱い戦いでしたね。そうですね、いやだけど米沢もよくこっからあっこからね2着までいきましたね。はい、全員に条件がちゃんとありましたから ね、 はい、いやさすが最終戦といった戦いでした。結果としては優勝は関西本部ということになりました。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。パチ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 、はい、でトータル2位が東海シブニーだったんですかね、はい、最後の上がりで、はい、はい、でトータル3位が新潟、トータル4位が本部、はい、という結果になりました。トータル5位は北海道、北海道です。北海道です。だからここにそうですいるんですよ、はい、せっかくだから出番をね、そうですね。あ、いや、思い出しちゃった。そうですね、思い出しちゃいましたか。あそこで打ってたかったな。そうです ね、 最終戦、ね、打ってたいですよね。はい、ねえ、けどね、ほんと中屋敷くんもね、そうね、なんか、最後もうあんまほとんどでかいの上がってないよね、ずっと苦しい感じ上がった。そうです ね、 ね、苦しい中うまくね求めたよね。あのサブロッソとロッキュッソ対決勝ったとこもハイライト、そう、あのゴッドがハイライトのぐらいですね、うん、ある意味ゲームメイクとしては、うん、勝負どころを間違いなかった、うん、間違いなかったっていう、決めれるところをしっかり決めたね、な感じですよね。ですな。はい。派手さはないけど、堅実な、うん、マージャンでしたね。ね。しっかりとした、硬いマージャンでした。はい。はい、では、それでは、インターバルを挟んだ後、表彰式を行いたいと思います。それでは、しばらくお待ちください。大変お待たせいたしました。大熱戦で失礼しました、大熱戦で終わった第1回最高位戦本部支部対抗戦、お疲れ様でした。それではこれより表彰式に移ります。まずはチーム優勝の前に個人優勝から表彰したいと思います。個人優勝はプラス 94.5 ポイント、本部より中村秀樹選手優勝。はい、どうもお疲れ様です。はい、本部は優勝とはなりませんでしたが、本部トータルマイナスになってますよね。なんならそうですね、最後のポイント2倍のせいで、そうですね、はい、最後立花さん選出したんですけど、はい、あの厳正なる阿弥陀くじのもとで、あ、阿弥陀くじで決まったんですね、はい、決めてこのありさまですね。こんなもんですよ。なるほど、はい、みんなにチャンスが、ね、あればいい。そうですね、はい、後編に来ました、はい、個人優勝ということで、いや嬉しいですよ、やっぱね、地方の選手、うん、強い人いっぱいいるんで、はい、すごい、ね、楽しかったです、はい、じゃあまた後輩の人たちに上からで、ね、B2 以下でしかあの出れないんで、本部の場合って、はい、なんで来年はここにぶっちゃけいたくないですね。昇級してもう出れないですよ、あなたはみたいな、殿堂入り的な感じで、そうそうそう、若い人たちにこうチャンスを与えて、ね、はい、はい、そんな感じです。じゃあぜひ次の支部本部対抗戦では顔を見れないことを祈ってますね。うん、そうですね、はい、はい。どうもありがとうございました。はい、今日は本当におめでとうございました。ありがとうございました。はい、それではチーム表彰へ移りたいと思います。まずは第4位、本部。マイ、ごめんなさい。まずは第4位、本部チーム、お願いします。あ、4位またごめんなさい、すいません。はい、でこちらに何なのこれ、バカだよ。はい、第4位という結果で終わってしまった本部チーム、ポイントとしてはマイナス 55.8 ポイント、弱いね、弱い、すいません、すいません。いやもう優勝してた、俺以外勝った、今日ラスだ、ね、あ、勝った、いや大阪来てトップ取ってないっす、勝った、第3ゲーム弁護士これ負けるよ、負けるよ。すいませんでした、どうぞ、すいません。第三弦の曲は本当に痺れましたね。ペンチ層ってかもう想像の上をいいと思ってなんか急走最初から引っ張っちゃって、うん、で選択選択で、はい、まあ、さっき
中村さんにも言われたんですけど、まあ、ペンチ層入り通り切った方が良かったんじゃないかっていうので、ちょっと真面目な麻雀の話をしちゃいました。まあちょっとこれからシンプルにやっていこうと思います。シンプルに変にひねったりせず、はい、はい、今日もですけど、昨日も2日間通して初めての本部支部対抗戦なんですけど、キャプテンとしてはいかがでしたか？チームを引っ張っていくキャプテンとして。いや、冒頭にも言ったんですけど、うん、チームワークがなくてもう全部自由みたいな言ってましたね、はい、そういう感じでやってたんで、はい、あんまないっすね。なんかね、チーム感がなかった。そう、そんなことないよ。そう、そんなことない。応援してた。ちゃんと応援してた。めちゃくちゃ応援してたって分かったっすね。ありがとうございます。はい、それでは視聴者の皆さんに一言最後に何かお願いします。中枢である本部負けました、ごめんなさい、僕のせいです、すいませんでした。はい、あ、以上。以上です。はい、かしこまりました、はい、では今日はありがとうございました、はい、お疲れ様でした。続きまして第3位、新潟支部、新潟支部の皆さんお願いします。はい、お疲れ様です。はい、新潟支部トータルポイントとしてはプラス 15.5 ポイントという結果に終わったんですが、はい、あ、当初の目標であるあのプラスで終わるっていうね、で最後、まあ、僕ラス引いちゃったけど、はい、ずっとラスなくて ね、よくやったんじゃないかなと思いますけど、もう悔しい、もう悔しい悔しいですね。ごめんなさい、新潟みんなごめん。俺がちょっと一曲ラス前逃しちゃって、2004戦結構普通に言ってると2004戦ね、メンタル一発もですし、そう上がってる曲、あそこをなんかちょっと魔が差したというか、欲張ったというか、なんというか、まあメンタルよりメンピンドラッチの方がいいじゃんとかをなんかねちょっと思っちゃって、でも 1.2 手先見るとね、6球マン引いたりとか6球ソーヒップパス引いたりとかね、そういう変化をちゃんと冷静に見ると、あのドラのターツよりずっとね使い勝手がいいので、はい、まあ、ちょっとでもまあ打点も見たいから微妙だなとは思ったんだけど、裏ドラ確率でパーマンって取り取としたら、もう見事にパーマンが発行して、そこそこですよ、よりによって次はチーソーね、もう、はい、あのあとちょっと記憶がありません。あ、そうですね、はい、だから関連層をリーチしたんだけど、はい、ちょっと記憶がぶっ飛んでて、で俺なんか多分2回ぐらい真面目に出てないよねって思って、見逃しないよねって思って、ちゃんとあの見合っちゃうけど、まあ、全然出てませんでした。ドラは出てたけど、パーマのショックが大きすぎて、もうあれ引いてると関西本部とオーラス上がりトップぐらいになるんだよね、多分、はい、多分ツモがあればそれくらい、まあ、なん、そうそうそう、上がり合い1個ぐらいになるんで、はい、まあね、中屋敷さんもまあ、本気で上がりに来ちゃうから、また全然違う内容になってるかもしれないから、うん、 それで勝ったとは、まあ、かどうかは分からないけど、もっとね白熱した試合になるかなと思ってます。まあ最後もね、一応積もれば逆転優勝っていう手が、まあなんか知らないけど奇跡的に天杯まで行ったんで、まあまあそこそこの見せ場は作れたかなと思いました。はい、悔しいです。また次の機会リベンジに、はいね、もしあればね、はい、うん、まあね、あとはこう一選手としてね、それぞれがやっぱり切磋琢磨して、はい、やっぱりこういうのにまた呼んでもらえたりね、うん、あの個人個人活躍して、あの団体戦だけじゃなくてね、はい、あの最高戦の配信とかにみんなどん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 新潟からあの出ていってもらえたらなというふうに思いますんで、あの、はい、まあ、みんな頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。はい、それでは第2位のチームです。東海支部チームお願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、東海支部チームトータルポイントプラス 29.5 ポイントという結果になりました。この結果はどうですか？まあ、最終戦はあの、まあ、くじ引きというか、くじで、まあ、米沢くんになったんですけど、あの2回戦今日終了した時に、はい、まあ、最下位だったんですね。最下位で足切りボーダーの4位までマイナス、まあ、90ポイント弱下がったんですよ。であと2戦しかないところから、まあ、僕もちょっとポイントは乗せてきて、佐藤山口くんがトップ取って、奇跡的に大将戦、あの最終戦米沢くんにつなぐことができて、まあ、ポイント倍だったんですけど、まあ、準優勝で米沢くんじゃなかったら優勝できてなかったんじゃないかなとは思ってます、うんうんうん、はい、で優勝したらこうみんなで焼肉行こうねなんて言ってたんですけど、ちょっと優勝できなかったんで、セットして、
これからまた、ね、勉強して、その後焼肉行くような感じで、はい、これから勉強したいと思います。はい、大変真面目な回答でした。いや、悔しいですね。悔しいですね。申し訳ないですね。最終戦を実際に打っていた米澤選手からは、途中ちょっとだけ、はい、本当にちょっとだけ優勝できるんじゃないかと思ってたんですけど、ね、甘くなかったっす。ラッキーだけでは勝てないです、麻雀。ちゃんと実力つけて、来年あれば、リベンジに勝ちたいです。実力で勝ちたいです。来年は、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。はい、今日は本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは優勝チームの発表です。優勝、関西本部チーム。おめでとうございます。はい、関西本部、なんと見事、プラス 135.7 ポイントという圧倒的なポイントで、見事優勝です。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、皆さん、長時間ありがとうございました。ね、あの地方からも、ね、僕たちのために集まって、本当にありがとうございます。はい、ここ関西なんで、地元ですね。そうですね。まあ、僕たちは、はい、普通に。普通に。はい。キャプテンから2日間通して、いかがでしたか、はい、この新本対抗戦。私はあまり何もしてないんだよ。この活躍した2人に聞いてあげてください。活躍した2人に。振られましたけど。キャプテンのために一生懸命だ。はい、こまないように動いただけなんで。こまないように。すいません。作戦通りでした。はい、作戦通り、はい。キャプテンの指示があってこその結果ですかね。はい、ね、まあ第1回なんですけど、第2回があることを祈って。はい、そうですね、はい、あればもし連覇が。まあその時は違うメンバーですけど、きっと。同じメンバーではない。同じメンバーではないと思います。はい、こんなに活躍してくれたのに。もうそういうの大丈夫。そういうの大丈夫。そうだったんですね。はい、もう今回見事優勝ということで、はい、一つのタイトルみたいなものですね。はい、あ、そうですね。はい。はいはい、こんな感じで、はい、はい、見事優勝おめでとうございます。あす、はい。ありがとうございます。それでは締めに参りますか。どうぞ。はい、それではこれにて第1回最高位戦本部支部対抗戦の放送終了いたします。長い間のご視聴大変ありがとうございました。3月からはいよいよ第44期最高位戦リーグも開催いたします。これから最高位戦日本プロマージョン協会の応援をよろしくお願いいたします。それではさようなら。バイバイ。